ブノワ・ペドレッティは、フランス・ドゥーケン、オダンクール出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。ファーストネームを、ベノワとカタカナ表記されているものも見受けられるが、ブノワが、より近い。レキップ氏を筆頭に、フランスの大多数のメディアからは、FC 訴訟の育成機関が生み出した過去最高の人材と言われている。長短のパスを自在に操りゲームを組み立てられる。 運動量の豊富なセントラルミッドフィールダー。プレースタイルはスティーブン・ジェラードを豊富とさせるという指摘も多い。また、フランス代表初招集当時はディリエデシャンとよく比較され、ユース世代の監督を務めていたレイモンド・メネイクはジョゼップ・ヌアル・ディオラの再来とコメントしていた。近年はハードなディフェンスをクローズアップされることが多く、モンペリエ HSC 会長のニコラトからは、 プレーが危険すぎる選手と、そのプレーを揶揄されることもあるが、実際は退場経験は愚かイエローカードをもらう、こともほとんどなく、他の選手を傷つけるプレーとは無縁である。オセール時代のペドレッティ FC 訴訟ではキャプテンを務め、クープ・ドゥラ・リーグを掲げた。レイモンド・メネク前、フランス A 代表監督が当時率いていた U-21 フランス代表として、 ユーマイナス21ユーロ2 0 0 2準優勝を経て、ジャック・サンティニの指揮するフル代表へ初招集。2003年のフィーファ・コンフェデレーションズカップ、ユーロ2004のメンバーに名を連ねた後、憧れのクラブであったオリンピック・マルセイユンに移籍するも、下部組織から上がってきたばかりのサミル・ナスリを徴用した、フィリップ・トルシエに干され1年で、オリンピック・リヨンに移籍。そのリヨンでもジュニー・ニョ・ペルナンブ・ブ・カーノを筆頭に、 中盤の選手層が厚かったために控えに甘んじることが多く、従って代表からも遠ざかることとなった。2006から2007シーズンに出場機会を求めて、訴訟在籍時の監督であったジャンフェルナンデスが指揮を取るブルゴーニュの小クラブアージオセール遺跡。同クラブでは遺跡したブノワシールの後を次キャプテンを務めた。輝きを取り戻したプレート、ディフェンスにも汗し、 キャプテンとしてチームを鼓舞する姿が心を捉え、2010ワールドカップ予選時には崩壊状態にあったフランス代表を立て直せる選手としてモトレキップ氏の名物記者であり現在カナルプリウスで解説者を務めるピエール・メネスを筆頭に代表復帰を望む声は多かった。2009から2010シーズンは リーグ最優秀監督に選ばれたジャンフェルナンディスの評判するコンパクトな守備と鋭いカウンター戦術を決定的なロングパスで司りリーグ3位と大躍進の1年となった長年国外でのプレーを希望しており2009から2010シーズン終了後もこれが最後のチャンスになるかもしれないと移籍期限終了間際まで在籍チームとの契約更新をしなかったが チームが FC ゼニとサンクトペテルブルクとのプレーオフに勝利し、チャンピオンズリーグ出場権を得たことで、最終的に残留を決めた。2010から11シーズン終了後、シーズン覇者のラスクリールメトロポールへと移籍した。2013年8月1日、AC アジャクシオに2年契約で加入した。2014から15シーズン終了後にクラブを退団し、 2015年8月1日に AS、ナンシーと2年間の延長オプション付きの1年契約を結んだ。2018年1月、怪我のため現役を引退することを発表した。背番号は、訴訟時代からつけていた17に愛着を持っている。リオン時代は、マルク・ビビアン・フォエのため一時的に欠番にされていたため、26をつけ、 オセール遺跡当時もその番号が埋まっていたため6をつけていたが、秋番となった翌シーズンから着用している。通常はリーボック製のスパイクを使用しているが、グラウンドの状態によってブーマ製のものを着用していることもあった。ありがとうございます。